月17日の調整で効果時間が10カウントから 11.3 カウントになった大高デチカを紹介。兵力は四季4の段階強化で戦場にいる味方数が敵の数より多いほど武力が上がり、2部隊差以上で兵力が徐々に回復、総量は約 70% と高まる。計略発動時に戦場にいるお互いの部隊数を参照するから、相手が城から出る前に使用することで高い武力上昇値を得られる計略。その使用ゆえに早めに使うことも多いし、効果時間が伸びる恩恵は大きいよ。7枚デッキで組むと相手が5枚デッキで全部隊いても追加効果を得られる。ちょっと扱いは難しいけど、ポテンシャルを引き立てた時のリレンチが高いカードって感じかな。チェスト何乗りだ、まだ俺はチェスト何のこれ式助けてくれ。それ僕は帰ります。死んだふりバレたか。俺の力今こそ天下に知らしめん。どうぞ。止まらないです。チェスト何乗りだ。流派発動。見ろ肩それ。どうぞ。流派発動。三の方。それ。どうぞ。どうぞ。国の行く末を見通し、私が人々のしんがりとなる。戦機開放。大波に乗るぞ。
ジェスト！まだ俺は。そろそろ降参しません？邪魔者は一人残らず消そうか。1、2、3。国の行く末を見通し、私が人々のしんがりとなる。せっかく縄文を取れるので、工場の英知を消費してから元気。僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。消えろ。祈りだ。無礼者。どこんじゃ。月はあっちにあんのかよ。祈りだ。しっかり守れました。大場強いです。大波に乗るぞ。どうぞ。なんだこれ式。入りますので、後始末はお願いします。今回は2試合やるよ。団体強化の前日と言われる超進化、まさかの武力低下値、上昇値に修正が入らず、今バージョンでも以前要注意の攻撃が、あえて大場の効果時間や回復量です。どう立ち回るか模索してみてるよ。それ月はあっちにあんのかよ。それバカにするな。私がお前を王にする。波乗りだ。僕は帰ります。なんだこれして。まだ俺は。
になるぞ。救いの王を待つ者たちにひとたびの死を。何乗りだ。流派発動。二の肩。波乗りだ。どうぞ。ひとたびの死を。どうぞ。それ。どうぞ。どうした。それ。どうぞ。どうした。潮時か。バカにするな。助けてくれ。目は覚まさぬとき。どうした、こっちは遊び足りんぞ。じゃあ、僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。今日はやめておこう。駆逐。涙来たな。死んだふりバレたか。どうぞ。流派発動。一の肩。気が乗らないですね。逃げ時を過ぎていた。千機関砲。ひとたびの死を。邪魔者は一人残らず消そうか。目は覚まさぬとき。流派発動。三の肩。変な遠慮して負けることだけはしたらあかんから、ある程度僅差の時はしっかり使っておくよ。ご視聴ありがとうございました。